フランシスコ・グテレスは、東ティモールの第四代大統領、を、ルオロの通称でも知られている。1999年に、インドネシアが東ティモールから撤退するまでの約24年間に、渡り抵抗運動に参加して戦っていた。1954年9月7日、ビッケケ県で男4人女4人の8人兄弟の6番目として、生まれた。 1973年にセーテレジーニャ大学の講師になったが1975年のインドネシアによる侵攻以降は東ティモール独立革命戦線によるゲリラ活動に加わった。1970年代後半のインドネシア国軍による殲滅作戦の中を生き残り、フレティリムの中で昇進していった。1997年、 全民のコニス・サンタナが病死したためフレティリン司令部の初期官に就任し、東ティモールにおいて最高齢のフレティリン幹部になった。2001年、東ティモールの憲法草案の作成を主導した。2002年に東ティモールが独立すると初代国会議長に就任した。2007年、東ティモール独立革命戦線党首として大統領選に初出馬したが落選した。 4月9日の投票では、得票率27.9%を獲得し候補者6人の、中で首位に立ったが過半数を獲得することはできず、得票率21.8%で2位につけた、無所属で、ノーベル平和賞受賞者のジョゼラモス・ホルタと1ヶ月後に、決選投票を行うことになった。 決選投票では落選した4人の支持を受けたホルタが、得票率69.1%を獲得し、グテレスは大差で敗北することになった。2012年、フレキリン党首として、大統領選に出馬した。3月17日の投票では、現職大統領、ジョゼラモスホルタ含む12名の候補の中で、得票率28.8%で首位になったものの、過半数に届かず、 得票率25.7%で2位に入った、タウルマタン・ルアク全国軍司令官と4月16日に決戦投票を行うことになった。その結果、ルアク候補が他の党の支持を受けて、得票率61.2%で当選し、グテレスは再度落選した。2017年3月20日の大統領選に出馬し、得票率約58%で初当選した。 グテレス自身が党首を務めるフレティリンはこの時、第2党だったが、シャナナグスマン率いる第1党東ティモール再建国民会議からの指示も受けての当選だった。5月20日、第4代大,大統領に就任した。同年9月14日、初代首相のマリアルカティリを次期首相として任命すると公表した。ありがとうございます。